静岡県の那珂川市ですね。那珂川市にいるんですけど、ちょっとね、看板を見つけたんですよ。しかもちょっと違和感がある。大木切りますっていう看板は結構ね、道走ってて見かけるんだけど、問題ね、その張ってる場所なんですよ。この後ろの看板が聖書の、キリストの聖書の看板だと思うんですけど、まあそうですね、その上から張ってるんですよ。上書きっていうか、なかなか見ないですよね、看板上書き。あ、でもこの看板本当に至る所に貼ってある。この大爆切ります、でもここなんか看板が多いですね。あれはちょっとね、初めて見ましたね、上書きしてる看板って。しかも聖書のね、看板をね、ちょっとね、珍しいんだよね。